トランプを使ったリアルマジックです。一組、はい、ありがとうございます。まあ、もうすでにバラバラに混ざってます、うん、でこれともう一つ使うのがこれ、なんて書いてあります？ファーストイッチ。あ、そう、よく皆さんメモ帳で使います。これを使います。あ、でもその前にカードよく切ってください。はい、できるだけでちゃくちゃやってみよう。一応マジシャン。はい、混ぜました。完璧です。さあ、混ぜます。混ぜます。もううまいですね。うまいです。綺麗、美しい。混ぜます。で、このメモ帳は何が書いてあるかというと、トランプの数字と、うん、あと1から50の中の52の中の数字が一緒に書いてあります。全部バラバラにランダムで、うん、今からトランプですよ。これ渡しますから好きなところをペラペラって止めてください。もうガバッと開いてみます。どこでもいい、好きに、そこにしますか。じゃこれをお見せしましょう。何ダイヤの6、7って書いてあります。もしこれ1個ずれたら全然違う数字、ダイヤの8、39。たまたま開いたのがダイヤの6、7。これは今切ってもらったこのトランプの7枚目がダイヤの6ってことなんです。お二人で混ぜましたね。そんなことあるでしょうか。ない、ないですね。ない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 です。ないですか。ないです。ないです。じゃあこのまま持っていただいて、ここに上から1枚ずつひっくり返しながら置いていきます。7枚目までちょっと見てみましょう。1 2 3 4 5 6。ちょっと待ってください。これが7枚目ですね。じゃあちょっと一旦裏向きにここに置きましょう。これが7枚目。もし8枚目だったらダイヤの6ではないですね。たまたま選んだページに入った7枚目はこれです、はい、ダイヤの6か。カメラに向かって開けていただきます。いきます。これダイヤの6。なんで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 これ完璧な予言です。超不思議、超不思議、不思議です。なありえないですね。ありえん、超不思議。もちろん全部バラバラにいろんなところ、はい、皆さんこれがリアルマジックです。